ここでは累積度数分布表とヒストグラムの要点について一緒に見ていきます今回一番大切なことは度度数数分分布布表表を合計していいけばそれは累積度数分布表になるよっていうことですこれについてね「累積度数分布表とは」の中で詳しく確認していきましょうでは行きましょう各階級までの度数を合計してそれを度数分布表に表したものを累積度数分布表と言います でこの累積度数分布表のメリットはですねあるデータが全体のデータのどの辺りに位置するかっていうのを判断しやすくなるんですね何言ってるか具体例で見ていきましょう例えばある集まりの参加者10人の年齢っていうのがこの通りに分かっていたとしますでこれを累積度数分布表にまとめるとどうなるか度数分布表との違いを確認していきましょうまず度数分布表の場合の階級は 12歳以上14歳未満とかね14歳以上16歳未満とか16から18とかこのように取るんでしたねでも累積度数分布表の場合は14未満16未満18未満というような取り方をしますで度数はどうなるかっていうとただの度数分布表の場合は数え上げればね253とわかりますよねで累積度数分布表の場合は2710となるんですねこれなぜかわかりますよね まずこの一番上には14歳未満の人数を書くのでそれは2人っていうことで2位なんですねこれは一緒のままですで次2段目ここに書くのは16歳未満の人数です16歳未満っていうことは12歳から14歳も入るし14歳から16歳も入るんですねですからこの2と5を合わせた7っていうのがこれがねここに書く度数となりますポイントはねこの7が 2+5 で出たっていうことこの2とこの5を足したんですね ここまでにある階級の度数を積み上げていく累積させていくだから累積度数分布表と呼ばれるんですねですからここに入る数字が10になるのももうわかりますよねすすをしているっているとうことですですから10ですねでこの通りですね累積度数分布表では一番最後はねこれまでの全部足したものになるんでそれはもはや合計のようなものですねですからわざわざ合計の欄を作ることっていうのはほとんどないかと思います でこの累積度数分布表を見ればあっ16歳未満は7人かとかねそういうのが一目瞭然でわかりますよね。ほな10人中7人が16歳未満なんやったらああいう本を用意しようとかねああいうお菓子が喜ぶかなとかそういうのが判断しやすくなるっていうことです。でこの累積度数分布表のね度数の部分を書くときはやっぱり元に普通の度数分布表があってそれの足し算の結果で書いていくっていうことがほとんどになると思います。 16歳未満の度数を調べようということでね1234っていうふうにやってもいいんですが、まあ、これは数が多くなればなるほどしんどいですよねですからねこの累積度数分布表っていうのは度数分布表がありきでさらにねなんか違う見せ方をするために用意されたものだとそのように思っておけばいいかと思いますでは次行きましょうヒストグラムも書けますヒストグラムもですね累積度数分布表をもとにして書くことができるんですね 度数分布表を元にした場合のヒストグラムはこのようになります。この書き方はねもうすでに勉強してますよねじゃあ累積度数分布表を元にした場合はどんなヒストグラムになるかっていうとこんな感じになるんですね先ほどの累積度数分布表を使えば14未満は2人でしたねということで14未満のとこ2人になるようにこのようにやってますで16未満は7人ですねですから16未満が7人になるように、ね、ここに7を取っているんですね で18未満は12ということでここが10になるよとですからこのようなヒストグラムになるんですね全く同じデータでも度数分布表をもとにしたヒストグラムはこうなりますし累積度数分布表をもとにしたヒストグラムはこうなるよと見え方が全然変わってくるんですねでもちろんこの累積度数分布表をもとにしたヒストグラムでも度数折れ線を書くことはできます度数折れ線というのはこの棒グラフのね上の辺の中点を結んだものやったんですね で、普通の度数分布表を元にした度数折れ線ではこの両発射0のとこを取るんでしたね。でそれぞれの点を結んでいくとじゃあ累積度数分布表の度数折れ線はどうなるかっていうと決定的な違いはこの点を取るところなんですね。 累積していくっていうことはこの最後までに絶対10人おるっていうことですよね。ですからこの最後のね、この右端のとこが10になってほしいと。ですからその1個前、この16歳のとこまでには7人、この14歳のとこまでは2人ということでね、こういう風に取っていって、ですからスタートのとこはこの12のとこにね、0にするようにしようと。このような取り方をするんですね。 はい、ということで累積度数分布表とヒストグラムでした。どうでしょうか。理解できましたでしょうかね。この後は例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。